売り子さん。こんにちは、ウルカ総集巻カメラマンのマイジです。今回こういったオープニングを撮るのは初めてなんですけど、今までコメント欄の方にドッキリを仕掛けてほしいっていうコメントがいくつかあって、僕もドッキリをやりたかったんですけど、まだ僕とウルカさんが出会って去年の12月なんで半年間ぐらいしか経ってなくて、なかなかそのドッキリをどこまでやっていいかとか、そのいろいろ僕たちも探り探り YouTube をやってたので、僕もちょっとウルカさんがどこまでやったら怒るのか分かんなかったので、まあこうやって半年間経って、ウルカさんとの関係性もすごいできたので、今回は、僕からウルカさんに対してドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回のドッキリなんですけど、ウルカさんが今日モデルの撮影、モデルですかね、また別の撮影で、カメラマンを用意してガチガチの撮影を外でするみたいなので、確か商店街でやるって言ってたので、そこで、ウルカさんがガチガチに撮影してる合間に、僕が結構割って入ってちょっかいを出していこうかなと思っています。撮影中に僕がちょっかいを出したらウルカさんは怒るのかっていう、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。あらかじめ、カメラマンさんの方には、許可を取っています。僕も半年間こうやってウルカさんと、YouTube をやってきたんですけど、ウルカさんって本当に優しくて、なかなかというか一回も怒ったとこを見たことないので、今回は初めて怒られるのかな、わかんないですけど、ちょっと検証していきたいと思います。では早速、もう時間なんで準備していきたいと思います。何食います？何？あ、僕大丈夫ですよ。何食おうかな。何でもいいですか？僕ヤゲンがいいです。ヤゲン。何？ヤゲン。え？何？僕ヤゲンがいいです。え？ヤゲン。ウルカさん、1個だけ残しておいてください。1個だけ、1個だけ残しておいてください。俺の？食べないでしょ。食べないでしょ、絶対。どうしたの？いや、ちょっと焼き鳥、僕今日お昼食べてないんですよ。あ、お昼食べてないの？はい。いいよ、食べないよ。いいですか？いいよ、買おうよ。すいません。大丈夫ですか？すいません。焼き鳥って感じ。あー、いい。めっちゃ美味しそう。あ、いいですね。で、結構上半身だけいってる感じですか？あ、ウルカさん。ウルカさん、僕これがいいです。これがいいです。めっつ僕これ、ちょっと飲みたいです。撮ってるから今撮ってるから、すいません、喉乾いちゃった。どうしたん今日わがまま具合やばいぞ今日。すいません、どうしたんすか。いや、喉乾いちゃった。わんぱくすぎるでしょ今日。大丈夫ですか。いいですか。あ、ありがとうございます。撮ってるから。すいません、ゆうすけさん悪いじゃん。今日飲んでないんすよ。嘘つけよ。今日何も飲んでない。嘘つけ。今日何も飲んでなくて。そんなことあるか。さっき家で飲んでるの見たわ俺。すいません。炭酸水飲んでるの見たわ。え、どれ。あ、メツがいい。メツがいい。メツがいい。それ取る必要ある。すいません。取る必要あるよ。今日、わんぱくだな。今日どうしたん？
いや、もう商店街だけこの後来ないですもんね。あ、そうですね。今日お昼ご飯商店街じゃなくても熱あるでしょ。お昼ご飯食べてなかったんで、すいません。はい、今ウルカさんが神社で撮影してるんですけど、次に僕が急にもうお稲荷さんに憑依をされるっていう設定で、ウルカさんの目の前でちょっと倒れてみたいと思います。合わせてもらってもう拝んでる感じでいきましょうか。顔の角度とか顔はまあそうちょっと拝み気味というか、はい、手伝った方がいいですね。ウルカさん、お稲荷さんが、ウルカさん、何やってんの本当に。いや本当す、本当に。今日何やってんの本当に。どうしたの、どうしたの。ちょっと お稲荷さんにちょっと憑依されました多分。されてないでしょ。僕憑依されました今。されてないでしょ。あ、ダメだ。調子が悪いでしょ。いや、そうですね。お昼ちょっと食べてないんで。お前はお昼食べてないんで。嘘つけよもう。はい、すいません。ドキリ。ドキリでしょ、もう。ドキリでした。すいませんでした。ドキリでしょ。今日おかしいもんだって、様子が。途中から。まあ、真剣な撮影中に、僕が、ちょっと、ウルカさんに失礼なことをして、どれだけウルカさん許してくれるのかっていう、いやもうちょっと検証でやってました。ダメでしょ。ガチ撮影だからダメでしょ。本当になんかちょっとプチンってなるときありました。プチンってなるときなかったけど、今日頭ちょっとおかしいなと思って。ずうしいな今日と思って。もっと切れると思ったんですけどね。いや全然切れはしない。とりあえずゆうすけさんに謝った方がいい。あ、すいません、すいませんでした。すいませんでした。協力のもとです。協力のもとです。協力のもとになったしね。でも自販機のあたりで、あ、今日こいつおかしいなって思ったんですよね。でも検証結果は、検証結果ね、ウルカさんはめちゃくちゃ優しいということで。いやいやいや、で最後の無理あるでしょ、だってお稲荷さんがって。どう心配すればいいのか分かんない。また仕掛けていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいから、もういいから、もういいから。はい、ということでドッキリ大成功でした。本当にウルカさんって怒んないですね、なかなか。まあ、いろいろちょっとドッキリこれからも仕掛けていき、これからもいろいろドッキリ仕掛けていこうと思ってるの、すいません。はい、ということでドッキリ大成功でした。なんかこういったドッキリは続けてやっていこうかなと思うので、ウルカさんにこういうドッキリやってほしいっていう案があれば、僕のインスタグラムの DM の方に送ってくだされば、また、機会があればこういった形でドッキリをやっていこうと思います。はい、では今回はこういった形で、終わりにしたいと思います。ぜひ、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。では引き続きゆるかそうしてまきよろしくお願いします。ありがとうございました。